先生、どうしてここに？もしかしてわざわざ私に？いや、ごめん。今のなし。何度も言ってるけど、これコスプレじゃないから、バイト用のちゃんとした格好だから。何先生、そんなにじっと見て。真面目に働いてるだけじゃん。バイトが終わったら、あやねちゃんとか先輩たちを呼んで食べ歩きとかしたいな。え、もう一回やってほしい？また？わかった、わかったわよ。やればいいんでしょ。悪霊退散。ほら、これで満足？わお、新年早々こうして会えるなんてびっくりだね先生。イエーイ、ハイタッチ。なんだかアルちゃん大変そうだね。ま、私は面白いからいいんだけど。まさかお賽銭泥棒なんてね。新年早々騒がしくって全然飽きずに済みそう。やっぱりじっとしてるだけじゃつまんない。行こう先生。こうやって今年もいろんなことが起きそうだけど、アルちゃんもかよこちゃんもはるかちゃんも先生のことを頼りにしてるからね。え、私？逆に聞くけど、私はどうだと思う？さあ、どうかな？あら、先生、待ってたわよ。新年早々解決しなきゃいけないことが起きたことだし。先生にも手伝ってもらおうかしら。新年を迎えて、ベンディア68の事業の発展を祈ろうと思っただけだったのに、どうしてこんなことに。今年は我々ベンディア68がさらに新しく生まれ変わる年よ。さあ、頑張って飛躍の年にしましょう。心配しないで先生、私たちベンディア68が一緒なら、どんな障害でも乗り越えられるわ。え？計画？いや、そういうのはまだ特にないのだけれど。ふぅ、なんだか派手になってきたわね。うちの社員たち、怪我とかしてないかしら。お疲れ先生。会場でも先生に会えるの、いいね。今年も穏やかな日々が続きますように。新作アルバム代を全部お賽銭に使っちゃってよかったのかって。まあ確かにちょっと無理したけど、社長の笑顔が見れるなら安いもんだよ。はるか、最近疲れてるように見えるけど大丈夫かな。黒亀組か、嫌な予感がする。今年も穏やかな日々が続きますように。ここで先生に会えるなんて。いえ、何か特別な意味があるとかではなく。はい。どうしましたか先生。ただ呼んでみただけ。そうなんですね。新年を迎えて、便利屋のみんなと先生とこうして
少し特別な気持ちです。先生、やはり私なんかといてもそんな楽しく、そんなことないですか？そうですか。ありがとうございます、先生。